こんばんは。やっほー。こんばんは。こんばんは。いっぱい来てくれる。なんかこの時間の方がさ、いつも夜めっちゃ遅くにやっちゃうけどさ、この時間の方が来てくれるのかな、人思ったら。寝落ちしてた？おはよう。こんばんは。めちゃくちゃゲリラ配信なのにさ、いっぱい来てくれる、嬉しい。こんばんは。やっほー。 DMM 見てたの？今公演中？やばいじゃん。じゃあやよい不良じゃん。よかった。こんばんはかな。もうめっちゃ外真っ暗でびっくりしちゃった。久しぶりにヤウのショールームだ。久しぶりかもね。こんばんは。こんばんは。でち、今日は楽しかった。そう、さっきまでね、ユナちゃんが配信してて、あ、ユナだって思って、見てたんですよ。ちょっとで、ちょっとヤウも配信したいなって思ってきて、ちょっとなんかすごい音するね。下にね、なんか雑誌を入れてるんですよ、ここの下に。それが、それの箱がめっちゃギシギシ。わあ。やっほー。こんばんは。今日はね、何してたかというと、今日はまたナングル始まったか。じゃあついでに、え、ナングラしますって言わないとさ、これダメなんだっけ。ついでにナングラとか、ついでとかにやってもいいかな。でもまあまたやろう。ちょっと今日は気分じゃないので、また今度にします、ナングラは。こんばんは。この時間めっちゃさ、人多いね。ナングラってそんなうのみたいなシステムなの。ハロウィンに関連した俳句を考える。え、これいけそうやよい。だってさ、1年間ジャンレディで川柳読みまくってたんだよ。いけそうちゃうやよい。川柳プロやよいのファンの方に多いからね。いけそうですわ。でもちょっと気分じゃないので、また今度しましょうかね。どうしようかな。ちょっと皆さん、じゃあ考えといてください。ハロウィンに関する半年のブランク。今日は何してたの？今日はね、愛華さんとお出かけしてました。だからこんな感じなの。服もちゃんと着てるし。髪の毛もドハーフツインにしてみた。愛華さんとお出かけ。ずっと弥生が行きたかった場所があって、あやかさんここ興味ないですかって言ったら、行きたいって。いつもちゃんと来てないみたいに言わないで。確かに最近さ、もう配信するってなったらルームスとかだったから、ルームスはね、もうなんか部屋着みたいな感じで、お家って感じだったんで、ちょっとさ、ちゃんと服着てるし。で、ちょっとそう、行きたい場所があって、行きませんかって言ったら、興味あるって言ってくれたんで、一緒に行ってきました。ひなちゃんが配信で、やおいちゃんがライブ来てくれたって言ってたよ。嬉しい。そう、行かせていただきましたわ。本当に嬉しかった。めっちゃね、可愛かった。輝いてた。めっちゃ感想をもういろんなとこで語っちゃってね。すっごい素敵だった。もう一回見たいもん。今から見れる人が羨ましい、あれを。めちゃくちゃ見たい。え、感動した。めっちゃもうね、ユナパートがすごい最高だったし、他の方もね、なんか自己プロデュースっていうのかな、めっちゃ勉強になりましたね。詳しいことはちょっともう場面で書いちゃったんですけど。感想きた。そう、
めっちゃ素敵だったな。こよりんはどういう理由で誘ったん？なんかアイドル好きだ、アイドル好きだからこよりん興味あるかなって思って聞いてみたら、なんかね、桜坂さんとか好きなのかな、こよりんが。だから興味あるかなって思ったら、行ってみたいですって言ってて誘ってみた。こんばんは。やっほ、北海道と横浜か、行けるかな。北海道行きたいからついでに北海道を観光しようかな。推しできたよ、柴田優奈ちゃん。えおこよ、えおこよ仲良しだよ。こんばんは、こんばんは。北海道地元いいな。北海道めっちゃ行きたくて、なんかおばあちゃんがねめっちゃ北海道好きなんですよ。で、北海道2回ぐらい行ったことあるんですよ。ちっちゃい時ともう割と大きくなってから1回行って、めっちゃ素敵だったからもう一回行きたいな。なんかね、ラベンダー畑とか行ったり、あとなんか青い湖あるじゃないですか、あの木がいっぱい立ってるやつ、あそこ行きたいです。で、あとは、あ、修学旅行もね北海道だったんですよ、やよい。なんかカナダの予定だったんですけど、コロナで行けなくなっちゃって北海道になったんですよ。なんかおもろくないですか。寒い国ならいいやみたいな、寒いとこやったら同じようなもんやろみたいな感じで。でも夏に行ったんですよ北海道は。そう、高校の修学旅行なんですけど。で、そう夏やったんですけどね結局。あとはなんか北海道アスレチックみたいなのしました、昔は。修学旅行では何したんだよ、ジンギスカンとか食べましたね。でも美味しい、美味しいものいっぱいあるからいいよね。なんか海鮮食べれないんで結構牛乳系とかそっちになっちゃうんですけど、めっちゃ北海道好きだから行きたいな。こんばんは。小樽も行った、修学旅行で。素敵だった、めっちゃ。やっぱりね多いね、あんだら楽しかったですかとかめっちゃ聞いてもらえる。めっちゃ楽しかった、最高だった、すっごい感動した、なんかパワーもらいました、めっちゃ。素敵、曲もめっちゃ好きなのいっぱいあったし、あのゆなちゃんが披露してた曲今めっちゃ聴いてます、サブスク。冬の北海道寒さ尋常じゃない。え、やばい、寒さでも暑さよりは強いかも、寒さの方が。え、嘘かも、やっぱり嘘かも。今ね忘れてるの、今寒さを。こんなこと言って冬になって後悔するからあんま言えないんですけど、やばかったさ、やばかったじゃない、今忘れてる冬の恐ろしさを。だから軽率に夏よりマシとか言っちゃうんですけど、どうだっけ、いや強いのかな。でもめっちゃ着込むんですよね私、ヒートテックもめっちゃ着るし、ニットとかも着るし、だから今忘れてるから言えるけど寒さの方が強いかも。し冬服が大好きすぎて、夏よりね冬服が大好きなの。夏はね好きじゃないあんまり、服も好きじゃないし、やからいい感じですね今。ちょっとニットとかももはや着てるし、やっぱ寒いんだ北海道。
そりゃそうだよね。でも冬の北海道行った気がする。冬じゃなかったのかな、あれ修学旅行。寒かったよめっちゃ。でも冬ではなかった気がする。秋ぐらいとか、もういつ行ったかも忘れちゃった。5月ぐらいだったかな。やばい、秋と5月じゃ全然違うよって感じなんですけどね。露出系あまり好きではなさそうなのよね。露出多い服はあんまり好きじゃなくて、布多い冬服が大好きですね。でもオフショルとかはなんか着てる女の子見たら女の子っぽくて可愛いなって思うけど、思いますね。はじめまして。修学旅行最近なのかな。最近じゃない気がする。いつ行ったかも覚えてないもん。高3じゃなかった気がする。高3だったのかな。高3じゃなかった気もする。もう何も覚えてないですね。高3じゃないよ絶対。高1か高2でした。高 1? でも高1はねめっちゃコロナ禍だったから。高2は結構コロナ禍、高3はちょっとコロナ禍。だいたい高2かな。もう本当に覚えて、一番でも、あ、思い出した。もうアイドルになってたから高2です、絶対に。思い出したわ今。そうなの、もうアイドルになってたから高2ですね。でめっちゃなんか入ってすぐだ、結構入ってすぐだったから、やっぱ5月とかですね。4月か5月で行ったんですよ。そう、まだやっぱそんな忙しくなかったから、ライブ終わって、そう入った時から言ってたんですよ、修学旅行に行きたいみたいな、いいですかって言ったら、マネージャーさんが修学旅行とかはやっぱりめっちゃ思い出に残るし、なんかその仕事もね、まだお仕事とかもそのなかったから、入ってすぐだから、だから行けたんですよ。行っていいよって、行ってきなって言ってくれて、マネージャーさんが。それで行けたから高2ですね。高2の春ぐらいに行ったな、今思い出してきた、ちょっと。そう、めっちゃねいい方がいっぱいいるの、家の周りには。懐かしいな。そうそうそう、ちゃんとね思い出残るから行きなって言ってくれて、そこまでかな。高3からはもうあんまり行事とか行ってなかったですね。リハとかあったりして、体育祭とかも最後出てない気がする。夢中でね、MB に。あさって神戸だね、握手会だね、楽しみなんだけど。神戸で握手会楽しみ、近いからさ、近いっていうか兵庫県出身だから、兵庫県でイベントできるの嬉しいですね。修学旅行旅館でゲームしてました。嘘。何、ダメダメではないけど、まあそれも思い出か、それも思い出だよね。理由はね、寝ても結構早く寝るタイプでしたね。スマホ落としただけなのにかな。見に迷ってて、1もね見て、2も見たんですよ映画館で。でも3ちょっと怖そうだからって思って、1もめっちゃ怖かったもん。めっちゃ好きで2回ぐらい見たんですけどね。あの1回は映画館で見て、今結構時間経ってから見た、サブスクで。あ、そっか、神戸のおすすめ
確かにポストしてほしい。いいな、はいいですね。確かに、なんだろう、神戸おすすめ。弥生のおすすめ。見たい映画とかアニメある？え、なんだろうな、映画。あ、そっか、握手会終わった後に映画の話してたのに、今握手会の後に行きたいご飯屋さんっていう話をして、こう、いや、神戸の栄養活っていうコメントが来て、今もう頭の中がこんがらがってる。順番に行きますね。じゃあまず1個目、映画は気になってるやつは、あの、ゴーマと善良、善良とゴマ、どっちだっけ、善良とゴマ、本を読んでて面白かったので見に行きたいです。映画1個クリア。2個目、神戸で、あれね、おすすめのグルメね、一貫楼の豚まんとか美味しいよ。あとはなんだろう、神戸お店か、お店ってなると難しいな。なんだろう、絶対あるはずなんだよね、神戸でしょ。待って、今ぐるぐるしてるから、まあ、三宮とかね、いっぱいあるけどね、お店。三宮らへん、あ、前のさ配信でも話した気がするけどさ、そう、コロッケ、これ何、森谷コロッケ、なんか神戸のコロッケめっちゃ美味しい、コロッケ食べてみるのはありなんじゃないでしょうか。でもなんかそうやってね、ご飯ってことだよね、打ち上げ、あ、握手会の打ち上げってかわいいな。ご飯か、え、絶対ある気がするのに思い出せなくてちょっと悔しいんですけど、神戸なんだろう、神戸大好きでね、めっちゃね、地元っていうか、うん、地元っていうか、まあ、兵庫県全部地元なんでね。オッケー、思い出すわ、ちょっと今パッて思いつかないから。あ、いすゞベーカリーのパンはね、本当に大好き、めっちゃ大好き。でもちょっと今パッて思う、そのご飯屋さん、お店、いすゞベーカリー買うことしかできないから、お店って言われるとちょっとパッて思いつかないから送ります、あのポストかなんかしますね。こんばんは。嬉しい。初めて大春入るんやけど、辰本さんの注目ポイントある？なんだろう。側転か、側転ですかね。ジポジだったら側転、シンシンさんポジだったら釣ってないってばですかな。かユニットですね、おすすめポイント。嬉しい。側転、最近側転じゃないね、レイニャも側転のところ覚えてくれて、サクちゃんも側転できるんで、弥生ポジが潤ってきましたね。神戸ってさ、言ったらさ、なんかそんな結構遠出って感じなんですね、皆さん準備してるとかさ、そのグルメ巡るとか、めっちゃね、意外とっていうか、神戸、
いいですね。確かにみんなね結構いっぱい覚えてるね、ポジション青春公園。え、昨日昼夜とも最善だったの、めっちゃめっちゃいいじゃん、すごい。この間青春側転王じゃなかった、そっか、誰がしてたんだろう、逆にさくちゃんかな。確かに三宮からポートライナー乗り換えだもんね。あ、福岡から観光も兼ねて、めっちゃいいやん。ぜひなんかポートタワーとかもね見るといいですね。ちょっと感動するかも、なんか神戸来たみたいなちょっと安易なんですけどね、感動するかもしれない。ユニットはね、あと10クローネとパンをやれば制覇なの。なかなかねポジションがねあれだからね。昨日の見送りの時の表情は何だったんですか。え、なんだろう、変な顔してたのかな。話変わるけど、12月7日の2部と1月19日の3部1部当選だったよ。やったー、嬉しい。あ、嬉しいっていうか寂しいけど嬉しいね、嬉しい。皆さん支払い方法選択忘れちゃダメですよ釘を刺す、一応嬉しいね。ポートアイランド、でもカフェとかしか知らないんですね、あんまり弥生、うん、嬉しいね。なんかこうやってさ落選したよとかみんな教えてくれるからめっちゃ嬉しいわ。完売してたよとかね。おすすめの唐揚げありますか。なんだろう、ニューミュンヘンとか。こんばんは。今何分ぐらい経ったんですかね、なんか全然見てない、見てなかったかも。いけますか、支払い選択。確かに一回さ支払い選択ね挟むのなんでなんやろうね。ってことでそろそろ終わります。皆さん急遽ゲリラだったのにいっぱいありがとうございました、嬉しい。神戸の話もできて楽しかったね。また思い出したらなんかどっかしらで言いますね。モバメの方がいいのかな、ポスト。まあでも神戸に来る弥生のファンの方みんなモバメとか見てくれてるのかな。モバメ見てるよ、嬉しい。幕張ちょっとだけ会えるよ、やった。幕張もね最終だったからね受付。何かしらで教えます。なんかでも写真を送るならモバメはね送れないじゃん、スクショとか。だから難しいところだよね。嬉しいな。皆さんじゃあぜひ日曜日会いましょう。ランキングを見ますね、忘れるところだった、今危ない。13位白タッチさんありがとうございます。12位りょうあんありがとう。11位りーさんありがとうございます。10位ジェフさんありがとうございます。9位小出さんありがとうございます。8位 VFK さんありがとうございます。7位教授ありがとうございます。6位カルちゃんありがとうございます。5位シロちゃんありがとうございます。
4位の原しんのすけのすけありがとう。3位スネオありがとう。2位集まるありがとう。そして1位はゆうくんです。ありがとうゆうくん。皆さんもありがとうございました。赤さんとの写真もね載せるね。また南グラ配信待ってるね。ありがとう。南グラします。またバイバイ。ご飯食べます。